こんばんは、本日は、FP のお金の増やし方ですが、ちょっとこう違う角度からですね、会社員の方は女性の方ですね、会社員で女性の方は、授かり婚であっても会社を辞めるなというテーマでお話したいと思います。それはもちろんお金の増やし方というふうなテーマですので、金銭面という意味ですよ。結婚して会社を辞めるかどうかっていうのは夫婦間の話し合いの問題なのでどれが答えかっていうのは、その夫婦によって違うかと思うんですが、なぜお金の面では辞めない方がいいかっていうとですね、もちろん寿退社っていう言葉がよくこう美化されていて、会社を辞めて、結婚される方っていうのが、なんかこう一つの女性の辞め方として、こういい辞め方というか、人から羨ましがられる辞め方というふうに思われている節もあるかと思うんですが、一般でこう結婚して辞めるっていう方は特にそれでもいいのかなと思うんですけども、会社員の方で、授かり婚ですね、子供ができたから結婚する、そして辞めるというパターンが、あまり金銭的には得をしないんじゃないかというところでお話したいと思います。で、妊娠して出産、妊娠して出産すると、その後こう子供を育てるというふうな流れになるかと思うんですが、国の制度としてもらえるものというと、基本的にこの3つがあります。上は、出産手当金と出産育児一時金で、下が、育児休業給付金というものです。で、これはそれぞれこう保険に入っているからもらえるものなんですが、先に示した2つですね、出産手当金と出産育児一時金は健康保険から、に入っているから支払われるものであって、育児休業給付金というのは雇用保険に入っているから支払われるものというふうに、ちょっと違いがあるというのはまず頭に入れておいていただきたいと思います。でも簡単にしかもう今日お話ししませんが、なぜ辞めると損するかっていうと、これらが単純にもらえなくなるからですっていうふうなところです。扶養に入ってしまうとですね、まずこの健康保険ではなくて、国民健康保険というものに基本的には入ることになります。もしくは、ご主人さんの扶養に入る、このどちらかですよね。扶養に入る方の方が圧倒的に多いとは思うんですが、例えばご主人さんが個人事業主であれば、健康保険に入れないものですね、国民健康保険の方に入ることになると。で、国民健康保険にはこの2つですね、上の2つは基本的にないので、個人事業主さんの扶養に入ってしまうと、これらはもらえないと。ちなみに出産育児一時金については今50万にするみたいな話が出ているので、50万もらえなくなるというところになります。これもですね、市区町村によってはもらえるところもある可能性はある。ちょっとこう奥歯に物が挟まったような言い方ですけど、各市区町村が決めることができるんですよね、与えるかどうかを。そういった意味でもらえることができる可能性はあるというふうな言い方にはなります。ただ原則もらえないと思ってた方がいいです。会社員で健康保険に入っていれば間違いなくもらえます。で、この出産手当金なんですが、出産予定日の42日前から56日後、あくまでも出産予定日ですけどね、予定日の42日から、実際の出産日から56日後までの、会社を休んでる間にその給与の額のある一定の金額をもらえるというふうになるわけです。なので自宅にいるけども会社から会社で勤めていれば、満額もらえたところが、少なくなるけど、例
多少少なくなるけど、家に自宅にいながらお金をもらえるっていうのが、この出産手当金。ただその、日数は、まあ、出産予定日の42日前から56日後までなので、まあ、大体約100日分ですね、もらえると。100日って結構大きいんじゃないかなと思いますね。1日あたり5000円だとしても100日で50万なので、まあ、それだけ何もしなくて、家にいてももらえるというふうになります。でこれ大きいですよね。でこの、出産育児一時金も今50万になるという話をしてましたが、まあ、子供を産むことでもらえるものになるので、これももらえるかもらえないかというのは随分大きいかなと思います。で最後にこの雇用保険の、育児休業給付金、これは1歳未満の子がいる方が、まあ、育児休暇を取った場合に、会社からはもちろん休んでるのでお金、まあ、報酬の支払いはないですが、それが雇用保険に入っている方、非保険者機関といった要件はあるんですよ。要件はあるんですが、基本的にずっと勤められている方が途中で、育休に入れば、育児休業給付金というものがもらえると。なのでまあ1歳なので大体300日仮にですよ休んだとしても、1日あたり5000円でもし考えれば150万円ですよね。でこれが、もらえなくなってしまうということになります。で、上の2つはですね、例えば出産手当金は、休んでる間に会社を辞めれば、基本的にその期間中の出産手当金はもらえるとかですね、この最後 の育児休業給付金はあくまでも育休を取ってることが前提なので、辞めてしまえばもらえないです、確実に。なので育休って1歳の子を、まあ1歳未満の子を育てる原則ですよ。原則1歳未満の子を育てる、1歳未満の子を育てるための休暇であれば、もらえるものですので、会社員がですね、本来は休まなくて働きたかったけども、育児をしないといけないから、休まざるを得ないという理由でもらえるものなので、まあ、期間も長いですね。1年っていうと大体365日ですので、まあ、仮に300日という話でも1日5000円だったら、まあ、5000×300 で150万の違いが出てくるというふうになります。なので、まあ、詳しいことは被保険者機関とか、まあ、育児休業給付金も被保険者機関がないと、もらえないとかいうルールはありますので、要件ですね、要件はありますね。そこはしっかりご確認いただきたいんですが、まあ、できるだけ会社員の方はですね、お金の面だけでお話をさせていただくと、まあ、授かり婚での寿退社は、金銭面ではマイナスになるリスクがあるので、もし退職を考えている方もですね、こういった制度でいくらもらえるか、そういったものをしっかりですね頭に入れた中でですね、一番いいタイミングで、まあ、そんなく辞めていただけたらと思います。本日は以上になります。